私ね、今でも後悔していることが一つあってね、はい、うちの息子はね、45なの。ものすごいね、就職氷河期で、本当にね、就職がみんなできないっていう世代だったの。それでね、卒業した時にも就職がもう全然なくて、で1年留年させてくれって言って、で留年させたのね。でその後ね、まさきの分配った？吉本に入ってお笑い芸人になりたいって言ったの。で私その時にね、何を言ってるんだこいつはと思ったの。それでまともに生きろって。その時がさ、旦那がさ、癌で入院したりしてたの。あ、そうなんですか。悪性リンパ腫でね。何をどういったことを言ってるかってふうに思っちゃったんだよね。私それがね、自分の本当に後悔の、なぜやらせなかったんだろうってさ、失敗しても別にそのやりたかったことを、そういうさ、本当に後悔がね、これできる。なのでまさきがさ、その歌の活動をしたいって言った時にさ、親御さんもすごい葛藤があったと思うんだけど、やりなさいって言ってくださったんでしょ、最終的にね。ね、だからやっぱりそれはすごいことだなと思って。次は何ある？次何ある？神経衰弱。神経衰弱やる？神経衰弱って最初めちゃ運ゲーだよ。そうだよね、運ゲーだね。運のゲーム。そう、運のゲーム。ああ、そう。だって、そんな言葉があるんです。まさきさん、これ多分10だよ。これ10？何言ってるよ。多分本当だよ。いいじゃん。いいじゃん。じゃない。